2030年、科学技術の進歩により、過去の未解決事件の真相が徐々に明らかになりつつあった。その中でも、最も謎めいた事件の一つである、ロズウェル事件に関する新たな発見が、世界中の注目を集めた。数十年前、アメリカのロズウェル空軍基地周辺で、謎の墜落事件が発生した。初期の公式声明では、その物体は気象観測用の気球とされたが、多くの人々はそれを信じなかった。瞬く間に UFO という言葉が飛び交い、宇宙人や政府の隠蔽工作に関する憶測が広まった。しかし、未来の科学捜査技術が進歩し、新たな証拠が明るみに出たことで、ロズウェル事件の真相が見えてきた。それは、確かに、宇宙からの来訪者が関与していたというものだった。まず、事件現場周辺で収集された物理的証拠が再評価された。従来の科学機器では検知できなかった微細な物質の分析が新たな技術により可能となった。その結果、異常なまでに高濃度の未知の元素や化合物が見つかった。これらの物質は地球上では自然発生しないものであり、明らかに異星からのものであることが判明した。さらに、目撃者の証言も重要な役割を果たした。従来、目撃者の話は信憑性に欠けるとされていたが、脳科学や心理学の進歩により、証言の信頼性を評価する新しい手法が開発された。その結果、多くの目撃者が独立して報告した情報が一致し、信頼性が高いものとされた。彼らの証言によれば、墜落現場では異星人の存在や活動が確認されていたという。最も衝撃的な発見は、現場周辺で回収された残骸や異物の分析だった。従来、これらの物体は技術的な制約や知識の不足からただの金属片や部品とみなされていた。しかし、未来の素材科学と工学の進歩により、これらの物体が持つ驚異的な性質が解明された。その素材は地球上では到底再現不可能な特性を持っており、超伝導や量子効果などの原理を超える能力を示していた。さらに驚くべきことに、墜落現場で回収された異星人の遺体に関する分析も行われた。その結果、彼らの生物学的特性や遺伝子構造は地球上の生命体とは全く異なるものであり、明らかに異星からの生命体であることが判明した。彼らの体構造は宇宙空間での生存や高度な技術の操作に適応したものであった。これらの発見により、ロズウェル事件が宇宙人との接触に関するものであったことは、ほぼ確定的なものとなった。かつて政府によって秘密裏に隠蔽された情報が、科学技術の進歩によって徐々に明るみに出る時代が到来したのである。ロズウェル事件は、人類の理解を超える存在、つまり人類の理性や知性が及ばない領域が関与していた可能性を示唆している。これは、宇宙や未知の領域における我々の理解を拡大し、人類の進化と未来につながる重要な一歩となるだろう。